トーマス・エイカーズはアメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。エイカーズはミズーリ州エミネンスの高校で1969年の29人の卒業生の総代を務めた。夏季にはエミネンスの町境の8万エーカーの荒地で自然保護官として働いた。ミズーリー大学ローラ校で百七十三年と百七十五年におのの 応用数学の学士号と修士号を得た。24歳の時にエミネンスに戻り、そこの高校の校長となった。1979年、アメリカ空軍の採用担当者が生徒のためのパンフレットを置いていくと、エイカーズはそれに転職することを決意した。1987年に宇宙飛行士に選ばれ、1988年に正式に宇宙飛行士となった。 NASA での訓練の一環として短期間、トロイ大学で科学を教えた。STS-49 での3人の宇宙遊泳。左から、リチャード・ヒーブ、エーカーズ、ピア・ツート・エーカーズは4度のスペースシャトルの飛行を経験し、29時間の宇宙遊泳を含む800時間以上を軌道上で過ごした。どの飛行でもミッションスペシャリストを務めた。 最初の飛行は1990年の STS-41 で、スペースシャトルディスカバリーの11回目の飛行であった。欧州宇宙機関の太陽探査機、ユリシーズや、その他のペイロードの展開に主導的な役割を果たした。次のミッションは1992年の STS-49 で、スペースシャトルエンデバーの初女飛行であった。このミッションの主目的は、 故障して機能していないインテルサット4回マイナス3の回収と修理であった。最初の2回の試みが失敗したが、A カーズが加わった3回目の試みは成功した。これは人類史上初の3人による宇宙遊泳で同時に8時間29分は宇宙遊泳の最長時間記録も樹立した。3度目のミッションは1993年の STS-61 でエンデバーの5度目のミッションであった。彼は4人のミッションスペシャリストの一人でハップル宇宙望遠鏡の修理と更新を行った。2度の宇宙遊泳で13.5時間を船外で過ごした。1994年5月18日、彼は他の STS-61 上組員と共に自身の役で テレビコメディホームインプルーブメントに出演した。最後のミッションは1996年の STS-79 でスペースシャトルアトランティスの17回目のミッションであった。ロシアの宇宙ステーションミールとの4回目のランデブー飛行でミールとの乗組員交換を初めて行い、ジョン・ブラハと交代してシャノン・ルシットが地球に帰還した。1997年に NASA を引退し、1999年に大佐としてアメリカ空軍を引退するとミズーリー大学ローラ校で数学講師となった。2008年にミズーリー工科大学と解消された後も2010年まで教職を続けた。ありがとうございます。